こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えようです。この筆ペンを使って、草書を書いていきたいと思います。今回書くのは、名字の竹内さんです。竹内さんは、全国で54番目に多い名字です。28万6千人いらっしゃるようです。愛知県に多い名字です。世代を超えて親しまれる、心に響く歌を生み出す竹内まりやさん。マリアとマリア、どちらが正しいのか議論されることも多いようです。NHK 放送文化研究所の放送用語委員会によると、長音の有無と、イレツ、エレツの後の、あ、やの発音、表記の傾向を課題として研究されています。多くの場合、あで定着しているが、エレツの後の場合は、あになることが多いが、イレツの後の場合は、やになりやすく、車のギアやヘアスタイルなど、古くから使われている言葉や専門用語の場合には、JIS の登録に基づいたり、元来の言葉を重視する傾向があるようです。楷書、行書、草書ですね。草書はいろいろな書き方があるので3種類書いてみました。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で